現地時間7日、第48回トロント国際映画祭の幕開けを飾るオープニング作品として、宮崎駿監督のアニメーション映画、君たちはどう生きるかの公式上映が行われた。宮崎監督は登壇しないのにもかかわらず、千と千尋の神隠し、もののけ姫など海外でも人気の高い監督の10年ぶりの長編がついに海外初上映されるということで、 チケットが記録的な速さで売り切れたことも話題になった本作。トロントの映画ファンの反応は鑑賞を終えたばかりの観客に話を聞いた。舞台は第二次世界大戦中。病院の火事で母親を失った少年ツつもくヒトマキマヒトは、父の再婚に際し、東京から田舎のお屋敷へ移り住むことに。そこは母の成果であり、 父の再婚相手は母の妹だった。複雑な思いを抱えた真人は不気味なアオサギに導かれ、異世界に足を踏み入れることになる。トロント映画祭で邦画及びアニメーション映画がオープニング作品として上映されるのは史上初。見終えたばかりの観客は傑作。美しかった気に入ったよ、と口々に語っており、評判は上々のよう。 今見たものについて同伴者と熱心に語り合う姿も多く見られた。毛はジブリポスターだらけで、一番のお気に入りのもののけ姫に至ってはタトゥーまで入れているという男性は、はじめはシンプルな物語かと思ったが、夢のシークエンスになり心をつかまれた。アニメーションは美しいし、予想もしない感動があった、と興奮気味。特にもののけ姫、風立ちぬ。 天空の白ラピュタ、耳を澄ませば、が好きだという彼に、ジブリ映画ランキングでは何位に入ると聞くと、今は胸がいっぱいで決めるのは無理、とのこと。一週間くらいしたら冷静に考えられるようになるかな。あと三回見てから決めるよ。と、早くもリピート鑑賞を宣言していた。なお、君たちはどう生きるかは、ザ・ボーイ・ザ・ヘロン、約少年とアオサギ。 という英題で、12月8日より北米で劇場公開されることが決まっている。編集部市川春